は。はい、こんにちは。いらっしゃいませ。こら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 。ちょっと待って。おお。いや、到着しましたね。到着しましたね。いや、住所はいただいた住所こちらで合ってるはずなんですけど。あ、こちらですか。ちょっといらっしゃらないですね。はい、ちょっと呼んでみますか。呼んだ方がいいですね。ラファエルさん、ラファエルさん、ちょ、いらっしゃらないですね。あれ、いない。こういう住所確かこちらで合ってると思うんですね。合ってるはずなんだけど。あ、あれ、あ、すいません、あの人は今のスタッフなんですけど。聞こえてないんですかね。ちょっと密着で本日お願いしていたもので、ちょっと降りてきて。ラファエルさんですよね。ちょっと降りてきていただけますか。ちょっとだいぶなんか変わりましたなんか あ、よろしくお願いします。あ、どうもよろしくお願いします。カメラ少ねえ、これ待ってんのも待ってます待ってます。遠いですね。ちょっと来ていただいて。あれ、ちょっと大丈夫です。カメラ回してるだけなんで大丈夫です。なんだっけ今日。いや、今日はちょっと一日密着という感じ。あの人は今みたいな、農作業してたから今。あ、そうなんですね。農作業、なるほど。この辺の畑全部持ってるから。へえ、ご自宅ですか、あちら。カメラです。カメラですね。はい。これ回ってる？回ってます。畑が全部持ってるからこの辺の。あ、ちょっと近いですね。近いですカメラ。何？ちょっと近いです。近いです。あ、ちょっと。はい。もうちょっと。5年後の YouTube のやつやる？5年後の YouTube。何年今？今2025年ですね。2025年か。はい。もう今はあれよ、東京じゃなくて鹿児島よ。すごい景色、いいとこを住んでらっしゃいますね。あれ桜島ですよね。いいじゃん。あれね。もう今自給自足でね。ずっと、ずっとここでね、農作業ずっとしてるよ。あれ、ネックレスの R っていうトレードマークみたいな。あれ。はい。まあ、あのダサいからそういうことじゃないから。あ、そうです。うん、もうあげた人に。あげた。打った。どういう手でいけばいいの俺は。5年後の YouTube 今こうやって生き生きとして成功してる姿見していいの。あ、全然出していくの。はい、密着で。もう今の普段の、はい、そうですね、今の普段を、はい、成功しちゃってる感じ見せるの、相手こういった感じ見せるの、どっち。いえ、もう普通に密着なんで、はい、普段の生活を成功してる感じ見していいと思う。はい、あ、全然大丈夫です。いい、じゃあ、はい、いつものままの感じで。時計とかなくなりました。なんかキラキラしたつけてましたけど。ああ、確かに。だからもうだから自給自足だって今。靴も変わりましたね。ああ、この辺の近所にある有名なホテルに住んでた。有名ホテル。これが一番いいのよ。あ、ここのホテルがこの近所で一番有名だから。あ、宿泊されてる感じなんですね。畑見る？あ、畑見たいですね。あ、はい。この辺が全部俺の畑。広いですね。すごい。見る？あ、見たいですね。はい、お願いします。ちょっと下、もうちょい下。ちょっと、どこ行きました。あれ、いない。どこ行った、マジで。あれ、こっち来い。なんであんなに逃げられたんですか。怒られてましたけど、なんか。え、怒られてましたけど。あ、なんか共同経営者の人で。共同経営者やってる、あの任してるよ、あそこの地主は俺で。ちょっと待って。あいつ任してんねんけど、はい、仮面やったからびっくりして。普段仮面じゃないから。ああ、自分らがそれ急に来るから。はいはいはい、仮面やらせるから俺に。ああ、すいません。それでびっくりして向こうが。そんな逃げなくても。確かに、なんかめっちゃ危なかった。不法になんか入ってる感じがあったんで、はい、ですね。向こうはそのつもりで言ってるよ。あの見張りやから、あれバイトやな、あいつバイト、うん、タクシーの運転手させながらバイト。うん、危なかったな、でも。次行く？ちょっと。そうですね、はい。この YouTube の成功した、その、今、自給自足で鹿児島やってるやつ見たいでしょ？ああ、そうですね。成功のサクセスストーリー。はい。どん底からの成り上がりっぱなし。はい。じゃあ、次行く？じゃあ、行かせてください。お願いします。行こうか。はい。
なんか汗つかない。普段の煮込み振ればいいんでしょ。 前もやったけどね、それ名古屋の時に。あ10年ぐらい前かな。あー、はいはいはい。え、知り合いですか。なんか慣れてる感じで。なんかそうですね、早いですね。何やられてるんですか今は。この辺の一帯の、はい、アセスメいる、それ。はい、一応、はい、いるんや、はい、この辺の一帯の管理を任されて。管理、自給自足で生活してて、果物とか野菜とかそういうの売ってます今。へえー、売ってるんですけど、それだけだと飽き足らず、この辺の管理も任されてるっていう。飽き足らず、飽き足らず、ね、この辺の管理も任されてる僕がね。で、この辺 その安全管理と、等々。なるほど、なるほど。今のこの小銭を漁る感じは、うん、漁るっていうか、それだとちょっと語弊があるけど、その忘れ物があったら全部隣の店主に報告して、そういうのも全部やってます。こっち見て、売店いっぱいあるでしょ。あ、ありますね。その辺の管理とかも全部。はぁ、はぁ、はぁ。それは普段の日常。はぁ、はぁ。お昼食べる前に一旦それ、まず大体やってる。なるほど。いえいえ、はい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 、近いです、近いです、近いです。この辺とか全部ね、全部僕が仕切って見てます。見ます。でもこの辺では知り合いよ。なるほど。はい、こんにちは、いらっしゃいませ。こら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 、ちょっと待って。どうだ、なんすか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 。はい、戻しましょう。入れた、入れた、入れてないですよ。入れた、どっちか入れた。はい、撮ってました。もうダメだよ、何回も。何回も入れた、どっちか入れたでしょ。いや、入れると見てましたけど、カメラで。はい、え、今入れると見てましたよ。あれ。やばい、やばいさ。ちょっと午前中バタバタしたけど、上の方ってやっぱりその年齢層高いから、上の方、上の先の山の方は、あ、山の方、こうやって山から降りてきたわけやけど、上の方だとね、そのやっぱり僕のそのあんまり伝わってないから、今回都心部の方も紹介したいと思う。ああ、ありがとうございます。管理大丈夫なんですか、上は。あの辺は大丈夫、見てもらった通り、見てもらった通り管理は大丈夫だから、とりあえず昼食べていくから。昼食べていく、うん、わかりました。信号赤です。信号赤。青になりました。青や。いや、今赤ですね。青や。いや、赤だったんで。あ、いや、いや。すいません。右ですか。右です。あれ、今。あ、この辺の一帯の管理も全部任されていいよ。それで言うと。この辺の一帯の管理も全部任されていいよ。今何してたんですか。あ、釘、釘、釘。昼食べたでしょ。昼は、はい、で、またで、はい、お願いします。何でもいい、何でもいいです。あ、はい、怒ってるわ、怒ってくれるんですか。こんだけ成功してるから。ありがとうございます。そのローラー給料もらってんやろ、お前みたいな。もうまあまあまあ、まあ、はい、またで。あ、ダブルさん、ダブルさん。黒はいらないですか。え、黒。ああ、確かに。何取ったの。何取れた。何取れた。見てなかった。ブルーベリーが持ったのに。これ俺、これ俺。はい、もう持ったで。はい、俺、はい、これ俺。はい。今日取って。いや、いらないですね。お菓子いらないですね。はい、で、遠慮せんでええで、もうそういう時は。どういう風に教えられてるか知らんけど、あ、そんな感じ。なくなってくれ。どっちがラムネ行く、どっちがラムネ行く。あ、じゃあ僕ラムネ。いや、僕、いらないですね。いい、はい。あー、走ったな、きつ。ひるくんはいつもこうやって走ってる。出てすぐですか。
そう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 、なんかポケットからなんか出したような感じです。いつもどんな感じ？東京ってまだそんな感じ？こっちはもうエコやけど、はい、袋とかあ、ないんですよ。ないで、全部こうやって。お弁当とかあればよかったです。そうそうですね、お弁当とか。あー、お弁当はチンすなかなんか、はいはい、チンはできないから。まあいろいろ見たけど、昼も食ったし、どうしようかな。まだこの辺偵察します。俺の家も見たしね。もうまあそうですね、密着なんで偵察っていうよりは、あとどのぐらい人気あるか。ああそうですね、みたいですね。あー人気はすごいよ。でも俺だから公園とかもこれ今振り向かれへんけど、振り向いたらすごいよ。人気ってまあ今でこそ鹿児島やからね、一子ってこんなぐらいしかおらんけど、もうすごいよ。ライオン、ライオンの檻に子供投げてるみたいな感じ。俺が今公園に入るっていうのはそのぐらい危ない。責任取れるんだよ、別に入って見したってもいいけど。どうします？じゃあ一応ではお願いします。やる？はい、はい、責任取れる？責任は、はい、別にいいけど、まあ人気のところみたいね。すごい人気あるから、あれやけど、なんかだっつって止めてや。はい、まあまあまあ、うわー、じゃあ、やりすぎた今。はい、何歳今？高校生？高3。高 3？ 握手する？ええええ、あれあれ。大丈夫ですか？結構ガーンって。鹿児島の若い子の中で流行ってる挨拶、あれがあれを見せたかった今、ご当地の。あれが今、鹿児島の方の若い子の中で流行ってる挨拶。あれを見せたかった。高3って言ってましたね。高3。高3で流行ってる あれが握手。びっくりした。びっくりしました。あ、言ってやれたら冷めるかなと思って。やっぱテレ、俺もテレビマンやから、はい、ぶっつけ本番がいいかなと思って。あれ、こんにちはって言う。なるほど。あれ、めちゃくちゃ俺のことハマってる。いや普通なんですね、じゃあ。めっちゃ好きな挨拶あれ。でも結構いったみたいな。倒れ込んでましたけど。だからあれがめっちゃ好きっていう。ああ、なるほど。そうそうそう、あれで会話が成り立った感じなんですね。じゃああれでだいぶ鹿児島の人が今これ流したら、ラファエルすごいな、めっちゃ惚れられてるやん、めっちゃ好きやんってなってる今。ああ、なるほど。そうそうそう、あんな感じよ大体。ちょっと汚れてもらう。次行く？いる？あ、はい、ね、次、じゃあ次待って案内してあげるわ。はい。あれ、足大丈夫ですか？ラファエルさん、ラファエルさん、足大丈夫ですか？何？足、何？さっきから、いや、足引きずってたんで足大丈夫かな。え、足大丈夫？5年後成功した YouTuber 見たいんでしょ？黙って密着してよ。わかりました。さっきからぐじぐじちょっとうるさい、はい、正直その黒い方特にうるさい。あ、お前すいません。亀足？亀足、はい。亀足ちょっとうるさい。わかりました。黙ってて。わかりました。あ、ちょっと、ない。何？いやいや。あ、ゴミのチェック。チェック。はい、変える。変えてるんです、これ。もうすでに変えられてますけど。今、下打ち。下打ちしました。それもゴミ箱なんで。うわぁ、遅かった。買えないですか？不燃とか、可燃を分けずに捨ててるやつおるから、それのチェック。なるほど。もう全体を、この鹿児島全体をやってるから俺が。全部やってるから俺が。全部見てんの俺。今。うん、全部、もう小さい時から全部。このグラウンドをやろう。最近あいつら遊んだグラウンドやろう。はい。グラウンドの地下10メートルのところに、あの雨降った時の水はきが良くなるパイプが埋まっとんねんな。誰も気づいてへんから遊んでる。それそれじゃあ意味あるんですか？意味は。いや、
意味あるよ、すぐこう公園ですぐ遊べるっていう。何見てらっしゃるんですか。ちょっとカメラ止めれる？カメラ。カメラ。ちょっと止めれる？ちょっと離れちゃって。ラファレさん。ラファレさん。え？何やってる？カメラ回すなって言ったやろ。いや、まあ密着なの。カメラ回すなって言ったやろ。撮んなよここ。プライベートのとこもあるやろ。自分のタレントだって。タレントにはじゃあプライベートないんか。タレントには。いや、そんなことプライベートの部分あるよ、タレントになって。なんでもわかんない、映すな。で、密着したでしょ。今からは、鹿児島のご当地の YouTuber おるから、はいはい。ちょっとそいつらが、可愛がってる後輩やから、はい。今回はこうやってテレビ映してるから、はい。テレビ密着させたろうかなと思って。はい。うん。まあ、そこどっちも映さなくてどっちもいいけど、はい、まあ、可愛がってるから、そこの PV 撮って、はい、そういうのあるから、はい、ああ、わかりました、うん、見たやろ、はい、まあ、ここからほんま YouTube って感じかな、出るかな。ああ、なるほど。5年前ね、可愛がった後輩 YouTuber が人気になってて、はい、カメラ久々な感じでしたけど、最初は。確かに確かに。なんか、まだ活動されてる。ああ、それはそっちのアポの撮り方が悪いな。急にそれ来られても5年経った新しいカメラはそれ、俺前のカメラ使ってるから、はい、自分らみたいにその物粗末にせえへんからさ、俺は。それ今新しいカメラ？いやまあ、まあ、一応新しいです、はい、てかマネージャーさんどこに行かれたんですか？マネージャーとかもうみんな育っていったよ。そうそう、まあ、YouTube 俺はまあずっとこうやったけど YouTube がこうなったからさ、俺はこうでな、俺も自給自足やりたいなってもう夢もあったから鹿児島に引っ越したいな。マネージャー東京でやってるみたいだけどね、今二人とも。へー、当時のね。で俺だけもこっち来てもうリタイア、ハーフリタイアって感じ。うん、確かになんかおっしゃってましたもんね、リタイアすることの目標みたいな。確かに確かに。その夢をその達成してると思う。今はその後輩、ゆうちゃんは可愛がってるからそこのとこ行くから。釣り？はい。うん、行くわ。ラファレさん、タクシーとか使わないんですか？タクシー？もうそういうの使わへんな。やっぱ家計をたどったら、はい、祖先が武士やってるやんか。家計を。本名こそ、本名は農民かなと思ったけど、家計武士やってるやんか。はい、それ聞いてからもう歩くと直角しちゃう。それでサンダルみたいな。ずっとこれ。一年中ですか？あ、ずっとこれよ。ずっとこのサンダルで足軽みたいな。なんか確かにずっと足軽ではない。祖先は武士やってんか。はい、そうそうそう。でもここあの後半おるから。ああ、ここは一番このあれで繁華街のクラブ溜まってるよ。溜まってますけど、こんなとこ管轄というか。管轄、ここも管轄。あ、でもあそこ行ったらわってならないですか？まあ、なった場合はこう囲ってちゃんとボディガードして、それは多分うわーってなると思う。ほんまにさっきも言ったけど、ライオンの檻に子供投げつけたぐらいになるから。はい、うん、ガッとなるから、そこは囲って。わかりました、わかりました。多分下、下下の下。はい、あ、分かりました。結構すんなり確かに通れる感じですね。ああ、今吐き消したから。吐き消した。吐き消した。吐き消したから。吐きを消した。あ、なるほど。暴落したから。あ、だからそう、うん、まだ言ってるんですね、5年前の。あ、そう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 、変わらないですね、それは。こっちから、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 こいつも俺の島みたいなもんやから。へぇ、あ、ここいいよ。あ、いいですか？回して回して回して、全然回して。後輩やから、うちの俺の島やから。なんか撮影します、ね、あ、全然いけるって。はい、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 次の。おお。歌詞の。
取り立てるのね。え、借りてなかったですか？なんか貸してくれた。いや、貸した金を取り立てて。貸した金取り立てたから、うん、もう行こう。ちょっとバカしてみて。首根っこをパン。あ、あいつじゃれてんね、いつも。じゃれる？あいつじゃれんね、あいつ。いつも。あ、あいついつもあるね。そうですね。貸してた。何が？肘。肘？はい。あ、肘キーンとなってるけど、大丈夫。肘キーン。いつもあんな感じでじゃれてんね。それ、ああいう挨拶。ほんまに、あの、鹿児島の人ってああいう挨拶やね、最初。高校生も俺のこと蹴ってみたやろ。ああいうの挨拶やね、はい、うん。いつまでついてくんの？いや、もうまあ、ウェルダンで大丈夫ですけど。はい。もうええ？はい。もう堪忍して。今日も。はい。見たやろ、だいぶ見たやろ。はい。ずっと押さえてますけど。大丈夫ですか？はい。だ大丈夫って。もうここまでにしよう。もうここまでにしよう。今日は。今は何してるの？もう一体だから俺のエリアやって。何か言います？もうここまでにしよう。今日でもうこれでね。またギャラの件ですけど、あれは振り込みですか？現金でもらいたいけど、それ忘れてた。その件言ってくれなあかんわ。それお金、いや振り込みで、はい、口座ないから。今口座ない、もう今口座ないから。お金、あれ、振り込みで、振り込みで、振り込みでええわ。振り込みでお願いします。すぐね、すぐやで。口座あるんですね。いやー、またちょっと便宜だけやれやけど、すぐね。便宜だけやれ。うん、もうついてこんどって。こっからは、こっからプライベートやからな。はい、こっからプライベートやから。はい、ついてこんどって。ありがとうございました。畑全部持ってるから。ああ、そうなんですね。全部息がちょっと悪いですね。笑ったところカットしよう。